今回はギルメンとエンドレスタワー最速攻略を目指してとにかく早く登っていこうという企画でございます。で、私がこれ塔の中に入った瞬間からスタートということで、タイマーをねスタートさせていきたいと思います。ということで行きます。サバ感があると致命的だが、もう1秒も無駄にできない。行くぞ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 。もうあれだな、装備欄はこれ出してると邪魔なんで、とにかく進む。あーちょっと待って、ずれた、枠がずれた。ちょっと待て、はい直します。枠が微妙にずれてもうたな今。はい、編集でどうにかなるといいんだが、あまりのクリックの頑張りに。ニャンジャンプで飛んでってるのに追いつかないんだが。打ち漏らしをきちんと倒していく。もうねターゲットとか取れないんだこれ。もはやね。サイキックウェーブがやっぱりね一番早い、殲滅が。1フロアだいたいやっぱり10秒ぐらいでクリアしていかないとそこそこいいタイムが出ない感じだね。目標は20分台前半ぐらいでクリアできたらいいなぁと思っておりますが、MVP 高いま、亀爺か。もうあとはこれ指との戦い、指との戦いです。ここまではいいペースだよ、ここまではいいペース。打ち漏らしがいてもこれだけの人数がいれば多少の打ち漏らしを気にすることはない。ふう、 25F まででこれ何分だろうな、4分ぐらい。残ってる1フロアだいたいね10秒ぐらいで攻略していくのがいい感じ。ストレス、はいはい。あと1体、どこどこ。これタイムラグだぞ、これタイムラグ。もうあれだな、必中装備にしてた方がいいな、後半のことも考えて。
警戒もね、適度に使っていって足が速い状態を維持する。さてさてさて、録画が一瞬ミスったのが、いけてないな。最初のあの録画ミスさえなければ最高の動画だったんだが、まあ、今回だけじゃなくてね、こうパーティー編成とかを今後見直したりして、より最速で、より最速で登れるっていうのを目指していきたいと思う。やっぱロボが速いんだろうなって思うんだけどね。凍結、これまずい。今のはなかなか時間のロス。あと1匹、嘘じゃろ。あと一匹どこよ。まずい、これはまずい。8分で 50F はなかなかいいタイム。50F、 8分切ったな。 50F、なかなかいいペースだよ。なかなかいいペース。早いわ。これだけ急いでるともはや喋ることも何もない。ただひたすら指を早く動かすという、ただひたすらそれだけ。
生阿弥が混ざってくるとめんどくさいやつ。魔法反射フロアとかはきっちり。こっちが、あー、エルビラキャンディ持ってきてよかった。エルビラキャンディ、まだ警戒使えないか。75階で11分。悪くない。嘘だろ。うー、75回で11分30秒ぐらいかな。問題はいかに 95F を楽に進めるか。もはや支援、もはや AB がついてきてないんだが、これ支援がだいぶ前から切れている。アンスロー来た方がいいか、これ。セーフ。速え。速度ポが速えな、やっぱり。ここは魔法反射、ここはしっかり私が倒していかないとまずい。よし、 OK。 さあ、でここら辺から生体が混ざってくる。ちょっと待って、万が一のためにエナジーコードしとこう。フルマンダーないと闇付与した方がいいんだが、もう闇付与してる余裕なかった。さあ、でこっからいかにサイキックウェーブ頼りなとこあるな。装備品もきちんと持ち帰って、さあで95、ここがいかに早く進めるか。よし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 、いいぞいいぞ。
195F がこのペースで進めるのは行幸。自己バフをかける余裕がない、もはや。よーしよ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 し。オッケー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 。こっから先がまた微妙に長いやつ。ここまで16分。いいよ。いいよ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 。なかなかいいよ。16分。20分切れるのでは、これ。20分切れるのでは。さてさて、切れそうだな、20分な、これ。残り1匹？よし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 。早く来い、早く、アンクロ装備しよう、アンクロ。アンクロ装備して。よーし、終わったー。そして外に出るということで17分ぐらいでしたね。いや、相当早かったんじゃないか。もうちょい、もうちょい削れそうだな。15分いけるのかいけないのかぐらいかな。ということで、今回はエンドレスタワータイムアタックしてみたという動画でございました。もしよろしければこの動画の高評価をいただけると幸いでございます。ということで、また次のパートでお会いしましょう。またね。